안녕하세요아이렇게안녕하세요다홍입니다네두번째제생방송네여러분과함께공부를해보도록하겠습니다안녕하세요다홍입니다오늘도잘부탁드리겠습니다今日もよろしくお願いします오늘은今日はですね、思い出した韓国語、例えば思い出したその日本語をですね、そのまま韓国語に変えてみよう的な、そういう、ゲームではないですけど、そういう練習をするとすごくいいと思います。皆さんの、身の回りに起きてることとか、周りにこう目に入ったものに関して、それを全部韓国語にしてみるっていう、そういう練習をするととってもいいと思います。예를들어서여러분이딱뭘봤을때눈에딱들어오는게있을거아니에요네눈에들어오는게있죠그거를바로한국말로이렇게바꿔보는거일본어를한국어로바꿔보기네그런연습을하면진짜공부에좋을것같으니까꼭해보셨으면합니다네꼭해보세요알겠습니까네오늘은우선소유의미で今から私が例えば日本語でパッと何かをフレーズを皆さんに投げますそうすると3秒以内にそれを考えてもらって正しくそれが韓国語で言えるかどうかでそこでもちろん私の方から正しい発音と答えを皆さんにお伝えしますので、ね、그런연습을연습練習연습そういう練習をちょっとしてみたいなと思います。やっぱりそうですね。よく聞くのが、お家に皆さんペットいますか？ペットに韓国語で声をかけるとか、ペットと話すときは韓国語で話すとかですね。独り言でもいいので、とにかく韓国語をたくさん発する、話すそういう、機会をたくさん自分で作ることが大事になってくるかと思います。はい。제가오늘책을준비했어요그래서여러분이랑한번해보고싶어가지고네이렇게本を用意しましたなので例えばこの本でフレーズがたくさん載ってありますのでそのフレーズを皆さんにお伝えしてそれがすぐパッと韓国語で話せるかどうかちょっと自分自身をちょっと試してみてくださいすごくいい勉強になると思いますちょっとレベル高いので初級の方ついてこれなかったらもっとシンプルなものもちょっと提示しますので言ってくださいね。ね、너무어려우시면바로말씀하세요。제가여러분レベル에맞춰서문제를한번내보도록하겠습니다。알겠습니까두분지금보고계시는데안녕하세요안녕하세요なんかありましたらコメント。あとコメントでなんか質問とかありましたらコメントいただければコメントの方で、コメント読んで皆さんの質問に答えていきたいと思います。じゃあ、今、해보겠습니다。急いだ方がいいよ。じゃあ、日本語で急いだ方がいいよ。じゃあ、韓国語で何て言うんでしょうか。じゃあ、考えましょう。お時間をお渡ししましたね。お時間。はい。3、2、1。はい、急いだ方がいいよ。そうです。はい、急いだ方がいいよは、서둘러でもいいんですけど、서둘는게나을거야とか、いろんな言い方はあるんですけど、まずは急ぐっていう言葉がパッと思い出すかどうかだと思うんですよね。皆さん今急いだ方がいいよって言った時に、서둘다っていう動詞がすぐ思い浮かびましたでしょうか。はい、서둘다ね、서둘るだ、そどるだ、はい、そどるだが、まずは頭にパッと来ることですね。急ぐことはそどるだ、そどるだ。なので、そどるろやへ、そどるろやへ、急がなければいけない、そどるろやへ、そどるろ、そどるろ、急いで、そどるろ、そどるろみたいな感じで、まずそどるだが、思い浮かんだのであればじゃあそのそどるだを後ろの形をどう変えていくのかをですね。慣れていくことだと思います。なので後ろに、何々しなければならないが来るか、何々しなさいが来るか、何々してくださいが来るかですね。そこをまた語尾を韓国語を変えていかなきゃいけないじゃないですか。そどるだを、じゃあそどるろやへ、そどるろ주세요。そどるろ、
逆に서두르지마とかね、そういう感じで後ろをどん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 自分でこう変えられるようにすることだと思います。서두르다を覚えてください。じゃあ次に行きます。じゃあ次はですね、おかげさまで、おかげさまで、はい、おかげさまで大丈夫かな。はい、おかげさまでは3、2、1、そうです。はい、おかげさまでは덕분에となしますね。덕분에、덕분에、この덕분에をどういうあのセンテンスとどんな文章と一緒に使うかを一緒にこうセットで考えて、あのどんどんフレーズを増やしていくといいと思います。예를들어서例えば、あ、その덕분에이번에시험에합격할수있어서정말감사합니다っていうふうに学生さんに言われました。そうですね、あの今回あの試験を受けた学生さんとかいるんですけど、あのおかげさまで試験合格できて本当にありがとうございます。덕분에시험에합격할수있어서감사합니다선생님みたいな感じで、そういう덕분에ですね、덕분에정말시험을잘봤어요とか、いろんな言い方というものもいろいろあると思うんですけど、덕분에시험잘봤습니다감사합니다덕분에좋은친구를만들수있어서정말감사합니다おかげさまでいい友達できてよかったです嬉しいですありがとうございます。덕분에좋은친구가생겨서너무감사합니다좋은친구를저한테소개시켜주셔서너무감사합니다みたいな、そういう感じですよね。いい友達を紹介してくれて本当にありがとうございます。덕분에정말좋은시간을지낼수있었습니다덕분에좋은시간을가질수있었습니다おかげさまでいい時間を持つことができました。덕분에좋은시간을가지다持つ、가지다って持つですよね。そう、時間を持つ、そういう時間を持つ時もこの가지다使いますので、덕분에좋은시간을가질수있었습니다時間を送るのであれば、送るは보내다ですね。ということは、덕분에좋은시간을보낼수있었습니다감사합니다みたいな感じで使います。あ、それ知ってます、あ、それ知ってます、なんて言えばいいでしょうか。あ、それ知ってます。はい、3、2、1、はい、知ってる、まず知るということ、さっき話したようにまずそこに使う動詞がパッと思い浮かぶことですね。はい、かなりあの瞬発力もあの必要だと思うんですけど、それも結局トレーニングなんですよ。何度も何度もそれをやってパッと思い出してそれを口にしてみるようなことですね。まずじゃあそれし、あ、それ知ってます、あ、알고있어요、알고있어、알다、知るは알다となしますよね。ということはこの알다を使って知っています、現在進行形の何々こう있어요後ろにつけて알고있어요、ね、알고있어요にすればいいということになります。うん、とても、いろんなフレーズがありますので、どん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 いきたいと思います。はい、いつでも電話して、いつでも電話して、はい、韓国語でいつでも電話して、はい、언제든지전화해、언제든지전화해、はい、まずいつでもっていうあのフレーズですね。언제든지、언제든지ですね。この언제든지に置き換えて使えられる言葉が、ちょっと類義語がもう一つありまして、아무때나、いつの時もっていう言い方なんですけど、아무때나전화해でも全然構いません。なので、아무때나전화해、언제든지전화해、いつでも電話してね、언제든지、언제든지、または아무때나、아무때나、ね、両方ともよく使いますので覚えてください。はい、あ、かわいそう、かわいそう、じゃあ次はかわいそうになります。はい、考えましょう、3秒。はい、韓国語でかわいそうはまず「ぶさんあだ」、はい、浮かびましたか、パッと思い浮かぶことですね。はい、「ぶさんあだ」、「ぶさんあだ」と話します。なので、ああ「ぶさんあだ」、それを「よ」体にして「ぶさんへよ」、または「ぶさんへ」というため語にしてもいいですね。はい、
韓国語は後ろの語尾がどんどん変わっていくじゃないですか。例えば「かだ行く」があるとして、その「かだ」を「行かなければならない」「行くかもしれない」「行かないで行ってください」「行くはずだよ」とか、本当にいろんな語尾があると思うんですが、そこに、もっと慣れていただけると、すごくフレーズの、フレーズがもっと豊富になってくると思うんですね、話せるフレーズが。なんで例えば、じゃあ「かだ」を「行かないでください」「かじませよ」勝ちませよ、行かなければならない、가면안돼요、あ、行かなければならない、가지않으면、ごめんなさい、가지않으면안돼요、가지않으면안돼요、가지않으면안돼요、ね、ですね。例えば、行くはずがないよ、行くはずがないよって言うんだったら、갈리가없어、갈리가없어요、갈리가없어요、とか、じゃあ、行くかもしれない、갈지도몰라、갈지도몰라みたいに、後ろのかだという動詞がまず分かったとしたら、それを使って、どれぐらい、どれほど、いろんな言葉にできるかっていう、その、そうですね、皆さんの中でのグラマーがどれぐらいあるかわからないんですけれども、そこをもっとたくさん覚えて、数を覚えていくことだと思います。はい、さあ次に行きます。お腹すいた、ちょっとこれシンプルかな、簡単すぎましたか。お腹すいた、はい、3、2、1、はい、お腹すいた、ペゴパ、ペがお腹ですね、お腹のことをペと話します。ペでコプダがすいたという意味ですね。なのでペがゴパよ、ペゴパ、ペゴパ、韓国の人は何々で死にそうって言い方よく使うのはご存知ですか。なので例えばお腹すいて死にそう、疲れて死にそう、なんか会いたくて死にそうみたいな。あはは、こんにちは、こんにちは、お腹すきましたか、ペがごっぱよ、ね、ペごっぱよ、ペごっぱよ、ね、この時間お腹すく時間ですもんね。皆さん夕ご飯はいかがでしたか。저녁은드셨어요、夕ご飯は食べましたか、저녁은드셨어요、여러분、ね、저녁은드셨어요、ね、夕ご飯を食べる時間ですね、저녁을드실시간이시네요、네、저녁을드실시간인데여러분은몇시에저녁드시나요、미나상은한지그라이니쇼크지사레마스카、여러분은저녁식사를몇시에하시나요、몇시에하시나요っていうのを聞きますよね。そうすると、まあ8시에먹어요、네、9시에먹어요とか、まあ、数字はですね、漢数字と固有数詞と2つ分かれていると思いますが、そこは皆さんうまく覚えて勉強しておいてください、ね、こういう何時の時は、まずは固有数詞を使いますので、半時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時の方ですね。なのでじゃあ8時に食べます、8時へ먹어요、8時へ먹어요。朝何時に起きますか、아침몇시에일어나요7時に起きます。7時へ일어나요。7時へ일어나요。じゃあ何時にご飯食べますか。몇시에아침드세요。몇시에아침드세요。召し上がりますか。드세요。드세요。7시에일어나서7시반에먹어요。ね、7時に起きて7時半に食べます。7시에일어나서7시반에먹어요。みたいに、どん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 フレーズをですね、自分の中でも作っていけたらなと思います。저는제가하는일자체가 、네、 제가하는일자체가이렇게강사일을하다보니까 、네、 선생님일을하고그다음에토요일이나일요일은거의이렇게라이브활동을하다보니까아침에일어나는시간이전혀달라요、이렇게일정하지않기때문에、네、 私の場合は朝起きる時間に定期なんて言うんですか、日本語で一定ではないので、일정하지않기때문에、一定ではないから、일정하지않기때문에、네、 그래서뭐라고말씀드릴수가없지만、네、여러분이아침에일어나서그다음에저녁에집에돌아올때까지아사오키때から夜家帰ってくるまでのその間に起きるその瞬間瞬間のこと出来事を全部韓国語に変えてみるのはすごくいい勉強になると思いますので、ぜひやってみてください。어떠세요、할수있겠어요。네、私がその英語の勉強がもう大好きなんですけど、私自身はもう日本語の勉強も大好き、もう英語の勉強も大好き、本当語学の勉強が大好きなんですよ。
なので、自分は、ペットがいるんですけど、お家にいるんですけど、その犬と喋るときは英語で話すんですけど、やっぱりこうずっと日本にいると、やっぱ日本語がやっぱり強くなってしまうから、やっぱり英語だったり韓国語だったり忘れてしまったりすると思うんですけど、まあでも韓国語はやっぱり母国語なので忘れるってことはないとは思うんですが、やっぱりでもやっぱり口にどんどん出して話すことで、忘れ防止になると思いますけれども、そういう意味でもやっぱり別に日本語でもいいところをわざと英語で話してみるとかですね、自分のペットに韓国語で話してみるとか、そういうのはすごくいい効果があると思いますので、ぜひやってみてください。집에고양이있으신분、강아지있으신분、아뭐야다없으세요？강아지안기르세요？고양이없으세요？없으세요？다들 반응이 없네 오늘. 진짜 반응이 없으니까 재미없다. 그래서 한 번 씩 해 주세요. 반응이 없으니까. 저는 강아지를 너무 좋아해서요. 그래서 제가 한국에 살 때도 집에 강아지가 많이 있었거든요. 네, 그래서 강아지를 많이 길렀었어요. 네, 그래서 지금도 강아지를 너무 너무 좋아하는데, 평소에 그렇게 여러분의 생활 안에서 얼마나 한국어를 많이 사용하느냐가 진짜 중요한 부분이기도 하기 때문에, 반드시 그걸 머리에 이렇게 염두에 두시고, 네, 다만 이래도 이때 하나씩 생활하는 中で、いくら自分が韓国語と親しんでいるかなんですよね。どれぐらい自分が韓国語とフレンドリーな状態であるかっていうことは大事だと思います。なので上達したいと思っても、韓国語の本も読まないし、韓国語も聞かないし、ドラマも見ないし、別に韓国人と話さないし、それじゃあやっぱ上達はどん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 ね、下がっていきますのでね、もう어쨌든とにかく한국어에늘접하는그런생활을스스로만드셔야돼요。특히例えば韓国に留学される方は、まだしもですね、韓国に行かれるから、もう周りが全部韓国語ですね、韓国語じゃないよ、周囲が。그렇기때문에당연히当然自然とこう자연스럽게韓国語がね、이렇게익숙해질건데요。일본에계시면서유학은가기는좀환경적으로어렵고、일본에서공부하고계시는분들은요、역시스스로자기스스로自分자기스스로그렇게한국어를공부하는환경을자기가만들어야된다고생각해요。なので、今話したのは、留学する方は別だと思うんですけど、やっぱ日本で通しても環境的に留学ができないという方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方はやっぱり自分で自らそういう韓国語にたくさん接する、そういう時間を自分で作っていくことが大事だと思いますので、とにかく韓国語をたくさん聞く、話す、見る、本を読むっていうことを皆さんやっていただけるといいと思います。ドラマの見方なんですけれども、これはこの間ちょっとせあのそういう質問をされたので思ったんですけれども、やっぱドラマを見る時も最初はまず字幕付きで、まずもう内容を理解しましょう。まず理解しなくては、ただ意味もわからなくて、ただ聞き流して意味ないです。なので、まずは字幕で内容が分かった上で、でその後に字幕を取って、もう一回同じところを見ましょう。その後にどれぐらい自分が聞き取れるかが分かると思います。でその確認をした後にもう一回字幕をつけてみても全然構いませんので、そうやってその中で一つ一つの、自分が分かっていくフレーズがどんどん増えていきますので、そういう形で3、안녕하세요、보무린 씨、안녕하세요、네、처음뵙겠습니다、항상제유튜브채널을봐주시는분이신가요？네、처음뵙겠습니다、잘부탁합니다。何か質問とかありましたら、ぜひお願いします。はい、コメントにしていただければ。はい、그렇기때문에、ということで、皆さん本当にこうドラマ見るにしても、そういう形でちゃんと、もうずっと字幕見てしまうと、もう日本語しか見てないじゃないですか。じゃなくて、まず一回理解したら一回字幕を通る、そしてその後もう一回見る、でその中で覚えたフレーズですね、本当に忘れられないと思います。私自身もやっぱり
英語の勉強とかはアメリカのドラマとかすごく見続けてたんですけど、やっぱりそういうふうな 3段階で勉強したんですけど、すごくやっぱり入りますよね。그러니까여러분도드라마를보실때도자막을보고안보고보고이3단계를이렇게걸쳐서한번해보세요진짜되게효과가있을것같아요효과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 는것도효과도나지만효과가있을거예요네효과가있을것입니다제일やってみてください네괜찮아요할수있어요네결국공부는이마와이크라데모뱅교는本当に勉強できる素材はたくさんあるじゃないですか。それをどれからうまく自分に合うものを見つけて楽しく勉強できるかと、できるかできないかだと思うんですね。あ、YouTube と진짜많잖아요。正直私のチャンネル以外にもすごく素晴らしい、皆さん本当に素晴らしい韓国語講座されてる方々もたくさんいるじゃないですか。いらっしゃるので、そういう素材がたくさんあるとしても、それをどうやって自分が一番自分に合うもの、自分に合う素材を見つけていくのかっていうことが大事になってくると思います。いくらでもそうですね、お金がかからなくても、今でも無料でも全然いくらでも勉強できる手段もたくさんありますので、そこをうまく自分で見つけてうまく使って利用していきましょう。まあそういう意味でもですね、ちょうど제가여러분이렇게제가남아하신생방송을시작하게된이유가바로그런거예요왜냐하면계속제가그뭐아이돌 K-POP 아이돌그런이제는동영상을만들어서그런아이돌들이하는토크속에서여러분들에게한국어를제가이제소개했었잖아요토크중에서근데그것만으로는여러분들한테제가전하고싶은한국어에대한뭐비밀이나한국어공부에대한내용이다전달되지않잖아요그래서제가참저번주부터생방송을좀해봐야되겠다고그렇게생각을했어요그래서이렇게시작을했는데네うまく利用していただければと思います하이자続いてやっていきたいと思います顔色が悪いよ顔色が悪いよはい韓国語ではいフレーズの、当てるゲーム続けたいと思いますはい顔色が悪いよはい顔色が悪いよは얼굴색이나빠とか안색이안좋아と申します안색안색안はこのガンですね생각のガンで색でしょ色ですね。なので暗色、暗色、暗色が안좋다っていうと顔色が悪いっていう意味がわかります。暗色が안좋어、괜찮아、어디아파、どこか痛い、어디아파、暗色が안좋아、괜찮아、병원갈래、病院行く、병원갈래、タクシー呼んであげようか、タクシー불러줄까、タクシー전화할래、タクシー전화할래みたいな、こういう感じで一つのフレーズからもどん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 ね。話すフレーズがこう増えていきますよね。タクシー呼ぼうかとか、病院一緒に行こうかとか、薬飲むとかね、薬먹을래みたいな。そうやってどん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 自分が分かる分からないフレーズを見つけていくことはすごくいいと思いますよ。で、今その薬をちなみにパルメで질문하고싶은데괜찮으세요？ね、질문하세요。ね、もちろんです。どうぞどうぞ。質問してください。そうですね。メインは皆さんの質問を受けるためにこの悩み配信を始めていますので、皆さんにお役に立つ、そういう配信にしていきたいと思いますので、そこがまずメインでございます。で、皆さんの質問がないときはとにかく韓国語の使えるフレーズを皆さんにどんどん紹介していきますので、そこもまあ、使っていただければと思います。はい、じゃあ質問待っている間ですね。うん、ちょっと行きたいと思います。なんで薬を薬を飲むっていうじゃないですか韓国日本語で。でも韓国では薬を食べるっていうのをご存知でしたか？なので薬を飲むは약을먹다먹다という動詞使いますのでここよく間違えるんですよ。약을마시다って言ってる、方もいたんですけど약을먹다약을먹어요약을먹었어요。薬飲む약먹을래약먹을래약먹어약먹어약있어薬ある약약있어みたいなそういう感じでと思います。はい、やっぱり発音っていろいろご質問があると思いますので、ぜひもう遠慮なく、質問してください。で、부담가지지마시고마음편하게저한테이렇게질문해주시면괜찮겠습니다。
오늘 제가 물을 진짜 많이 마셔서 끝났어요. 그래서 한 병 끝내고 이쪽으로 가겠습니다. 이제 저는 근데 에비안은 별로 안 좋아하는데. 네. 그래서 질문 質問 대답 ですかね. 아, 저도 확인을 しましょう. 하이, 체크 확인. 네. 자, 질문 質問が 上がってきたら, 아, 이게 기억도 농노성의 차이가 難しくてよく 分かりません. 혈의 위치. 아. 농가 難しいです. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. まずじゃあ「のん」と「激音」のその差は分かりますか？文字の差からいきましょう。やるどらさ、やるどらさ、例えばすごくいい質問だと思います。本当にびっくり。すごく例えばこれとどう思いますか？この2つ、もう一回いきますよ。じゃあこれに同じ青をつけました。じゃあもう一個つけちゃおう。じゃあこれと、はい。じゃあこの「が」は平音ですよね。この「が」が平音で、この「か」が激音、そしてこの「か」が濃音になります。じゃあ今一つずつ上から平音から平音激音濃音の順番でちょっと発音しますので聞いてみてください。まず平音いきます。「か」「か」が、なのでこれはもう本当に日本語の点点、このかに点点に一番近いので、それで間違いないです。そういうふうに発音してください。ががですね。がで、こっちはかかかかかですね。かか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 か、吐き出す感じになりますから、激音はやっぱりどうしてもこう息がここにか、息がかかりますね。かとかで、この「のん」なんですけど、この「のん」の場合は発音が難しいなと思いましたら、ちっちゃい「つ」を前に意識してもらうとすごくいいと思います。なんで「う」っていうのを一回つけて「か」「か」、ちょっとこう詰まる感じですね。「か」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 「안녕하세요나미이루하씨안녕하세요か」「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 か」ですね。真っ赤真っ赤なみたいな、そんな感じなんですね。なのでこのちっちゃい「つ」をつけることで かなりこの「どんか」に近づくことができますので、ちょっと試してみてください。ちっちゃい「つ」をつけるっていう「かか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 こっちのノンカのカの場合、息がかからないので、なぜかというと詰まるんで、ここら辺で終わっちゃうんですね。カカなりました。カカ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 カ。お、じゃがいも好きっ子、あにがせよ、あにがせよ、あにがせよ。ね、カカ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 カ。下がですね、ちょっとこれだと「がかか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 」、下見えないですよね。「がかか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 」、下見えないですよね。「かか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 」の練習の仕方。の方の練習の仕方はこのちっちゃい「つ」ですね。このちっちゃい「つ」を前に必ずつけて練習するといいと思います。じゃあ今からの音全部いきますよ。の音の種類って皆さんいくつあるか分かりますか？5個ありますよね。じゃあその5個を今から書きますよ。そうすると「きよ」「ティグ」「ピユ」「シオ」「チュ」ね、これが全部の音になりますよね。そうするとじゃあつけますよ。じゃあこれに全部じゃあ
가가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 なんかこのど動音になった時にかっていう時にですね、舌が上に一回くっつい めっちゃくっつきます。いや、わかる。かっていうかくっつきますね。いやー、これ見せてあげたいなね。本当に見せてあげたい。皆さんのお家行って見せてあげたいな。本当にもうもどかしいですね。ここじゃ説明がしづらいんですけど、じゃあとりあえずここで行きますね。どんかこのここのどんか行きます。かたぱさちゃかたぱさちゃっていうことは、さっき話したようにかじゃなくてちっちゃいつを前につける。ちっちゃいつをつけてた、ちっちゃいつをつけてぱ、ちっちゃいつをつけてさ、ちっちゃいつをつけてちゃのように、ただのかたぱさちゃだと激音化と空分が区別がつかないです。なので必ずこのちっちゃい「つ」をつけて練習するといいと思います。それが脳音化の練習の一番いい方法だと思います。このちっちゃい「つ」ですね。大丈夫かな。このちっちゃい「つ」を今ちょっと練習しましょう。ガガ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 ガタタ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 パパパパパパ。次さささささささ。次じゃ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 。なんでうっていうこのちっちゃいやつのうっていうのがね、前にあるのが感じられましたでしょうか。そこをちょっと意識をして、ちっちゃいやつを意識して、かとたとぱとさのじゃの方に行くように練習してみてください。はい、そうするとその差がとても分かってくると思います。かがですね、カだとただの激音化ですからね。カカタタパパサッサチャチャ。はい、いかがでしょうか。できましたでしょうか。カカ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 。あ、下見えますよね、そこで。カカカっていうことは、一回舌が上についてかたぱさじゃなりますね。あ、難しい難しい。はい、ちょっとできましたでしょうか。いかがですか。はい、ちょっと練習してみてください。できると思います。はい、まずはさっきその激音化と脳音化を私が交互に発音した時のその差がまず耳で分かるかなんですね。差が分かんないっていう方もいらっしゃるので、その差がまず分かるといいと思います。かか、あ、違うなってね。かかかかパパ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 。あー、ことことし、あねまぜやーねー、あ、おしゃんね、間に合いましたね。あ、素晴らしい。こんにちは、こんにちは。うん、ちょっとちっちゃい図つけて練習してみてくださいね。ちょっと皆さんもチャットもう一回ちょっと見ます。さっきのチャット、あ、苦手な激音、そうですね。単語のガが最初だとか途中だとガって言うと習いますが、最初に来てもガって感じですか。あ、ナミさん、ナミさん、そう、そういう風に習いますよね、最初はね。かでも、ぶっちゃけ言うと、一番最初に来ても点々をつけて発音して間違いないです。はい、なぜかというと、例えばですよ、皆さんはナス好きですか。ナス、ナスですね、ナスをかじって言うんですけど、なんか日本人にはどうしてもここがこう強くかに聞こえるみたいなんですけどね。はい、ですけれども、ここを点々をつけてガジカジカジにした方が絶対いいと思います。カジカジカジって言うとなんかちょっとおかしいので、はい、前に来ても後ろに来ても点々をつけて発音するようにしてみてください。だいぶ聞き取ってもらえると思います。はい、
そこはどんなテキストを見てもどんな先生もそういうふうに教えてはいると思うんですけれども、私自身もテキスト通りに教えていた時はやっぱりそういうふうに教えてはいたんですけれども、やっぱり自分がネイティブとしてここはずっと自分も疑問だったんですよ。違うな、それは違うなって。やっぱり一番最初に来ても「か」は「か」ですからね。はい、かって始めると最初の音がすごく高くてかになっちゃうみたいなんです。なるほどね、そうなんですよ、かじなんです、かじなので、そこをちょっと気をつけてもらって、点々をつけて、最初の文字であっても点々をつけて発音していただけますでしょうか。はい、例えば足ですね、足も普通にたりなんですけど、たって聞こえましたか今。ちょっとこれ私発音しますね。最初たりって聞こえてますか。たり、はい、たりなんですけど、点々として聞こえますよね。なのでこれもちゃんと点々をつけてたりと発音した方がネイティブの人に聞き取りやすいので、聞き取ってもらえますので、はい。なので、最初の文字に来ても強くあんまり発音しないでください。そこがネイティブの私自身としてもですね、皆さんにおすすめできます。すごくよくわかりました。ねえ、ダミシー、真っ맞아요。ねえ。なので、やっぱりこうテキスト通りに教えるしかないなっていうところもあるんですけど、自分自身はやっぱりそれよりは本当に皆さんが本当に韓国の人と話した時にうまく会話が、ね、通じて、うまくコミュニケーションが取れることが一番大事だと思いますね。そういう意味で伝えていきたいことがいろいろたくさんありますので。はい、ちょっとテキストと話違うじゃんとかねあってもですね、ついてきてくださいね。はい、さあこれはとりあえずここまでにしときます。はい、とにかく今日はですね、おすごい、あと皆さん15分で、この配信が終わってしまいますのでね、どんどん時間があるときに質問をしていただければと思います。はい、質問がなければまた次のフレーズに行きたいと思います。次のフレーズ、気をつけてね、気をつけてね。はい、なんて言うんでしょうか。はい、3、2、1、はい、気をつけてね、調子め。はい、気をつけるは調子まだですね。なのでそこを気をつけてねにすると調子め、へーなりますね。調子め、調子めになります。気をつけて、調子め、調子め。はい、食欲がない。いつも動画、とても分かりやすいのでライブたくさんやってほしいです。ありがとうございます、감사합니다。ね、そうですね、今後ちょっとライブ配信をちょっともっと増やしていきたいなと思います。なのでぜひ皆さんライブ配信の場合はツイッターの、私のツイッター、タオン語学ね、タオン語学、ツイッターのタオン語学でぜひ皆さん検索してください。の場合ツイッターをフォローしていただければと思います。そのツイッターの方で例えば明日の何時にしますとか、そういうのをどんどん伝えていきたいと思いますので、ツイッターの登録をお願いします。タオン語学、英語で TAONGOGAKU になります。タオン語学、サムネイルに書いてありますので見て確認してください。はい、で、じゃあ、くだまげすみだ。くりご、皆さんなんかこれって韓国語でなんて言うんですかとか、そういうのありましたらどんどんそれも含めて質問してくださいね。こういうチャンス、これをきっかけにですね、もっとたくさんのフレーズを覚えていただければと思います。はい、じゃあ次、食欲がない。はい、食欲ご存知の方コメントお願いします。食欲、はいはい、いない。はい、食欲は食欲と話します。食欲なので、食欲がないは食欲が없어요。食欲が없어요。食欲、食欲が없어요と話します。食欲。はい。書いてほしい時は言ってくださいね。黒板書きます。じゃなければどんどん次に進みます。食欲が없어요。食欲がない。食欲が없어요と話します。信じられない。信じられない。믿을수없어。とか、못믿어。못믿어。あ、修行はですね、あ、そっちじゃなくてこっちですね。こっちになります。修行。
요ですね요요요요시격시격ですね시격시격아네네네네알겠습니까시격이없어요시격이없어요어떤하십니까시격이없어요そう信じられないもんみっけっそまず信じられないっていう話をするには信じるっていうまず原型が分かんないとダメですね信じるは見た見ただから、信じられない見るすわっそまたはもんみともんみっけっそちんちゃ見るすわっそもんみっけっそもんみっけっそ、ね、信じられない何々ができないは前に投資の前にもをつけるねこのもをつけることもできますしまたはその後ろに何々できないの、何々リアルまたはウルスがオプサーをつけてもいいですもんねどっちでも大丈夫なんですはいだけどやっぱり会話になるとどうしても韓国語はこう短く縮約して短く話したいところもありますのでなのでこのもってよく使われますよねもんみけさあーもんもけさ食べれないもんもけさもんもけさいけない、못가겠어、못가겠어、못가겠어、いけない。飲めない、飲めない、못마시겠어、못마시겠어、못마시겠어、みたいな感じで、もっと前につけて、動詞の前につけて、何々が、後ろの動詞のことができない。っていうふうに話しますね。そこも覚えてください。ねえ。わ今日は酔っ払っちゃったじゃあ酔っ払っちゃうって酔っ払うは韓国語でなんて言うんでしょうかはい酔っ払うはスルチハダチュイハダと申しますスルチハダなので、スレチュイハダスルチュエッソスルチュエッソと申します基本もっつける方がいいのですねああもをつける方があのもっと会話らしくなりますねあのもっとあのこう会話って感じがしますのでもの方がはい後ろあの後ろつけると後ろちょっと長くなりますからねどうしても例えば「もっかげそ」よりも「かえすうおっそ」長いですよね「かえすうおっそ」よりも「もっかげそ」「もっかげそ」の方がもっと会話って感じになりますので、はい、日常会話はどうしても皆さんもっとうまくなりたいのであればねそうですよねことことちゃんあのやっぱ日常会話であのネイティブの人がどっちをもっと使うんだとかですね日常会話の時にどこがどういう縮約されるんだとかそういうのをどんどん覚えていくとあのあこんばんはあんにちはよあ中村氏だあんにちはよねあんにちはよあんにちはそういうあの会話でよく使うネイティブをよく使う方ですねあの覚えていくといいと思います。はい。ね。오늘저녁에여러분이렇게만날수있어서너무좋다진짜너무좋아요오늘여기서만나서다멀리떨어져있어도이렇게네생방송으로같이만날수있으니까정말좋은시대인것같아요이만의미와가리마스까이만다시가있다는와만또지아나도우즈가와기려봐야되스까アントジそうそれもそうなんですよねえ子さんそれそうそうそうそれも同じくもっと同じことですなので何々しないなんだけどアンの方がもっと会話になりますのでもっと例えば食べないあんもごってよく言うしもっちやなってわざわざ言わないのではいやっぱり文章体とあの会話体がどうしても分かれてますよねでそういう時はやっぱり会話の時はこのアンを使うとか もっとより使うっていうことを覚えていただければいいと思います。なんで食べない、アンモゴ、モチアナとは言わないですからね。ネイティブそう言わないの、モチアナって言わないな。なんか変なんですね。そうそうそう。例えば、行かない、アンガ、アンガ。あ、오늘피곤해、アンガ。今日疲れた、行かない。오늘피곤해、アンガ。오늘가지않아。っていうには言わないですからね。そう言わないんですよ。はい。なんかちょっと、そういうには言わないな、みたいな、そういう感じがしてくるので。はい。で、そういう意味で、ネイティブの人にどっちを使うのかっていうのは聞いてもらって、より使う方をですね、会話の中で使えるように、そうするともっとナチュラルな会話がね、楽しめると思います。はい。で、他にもよくあるんですけど、例えば、イゴスン。これはですね、イゴスンがイゴンって縮約されますよね。そういうのを覚えた方がいいと思います。イゴン、あ、イゴン、これ私の、イゴン、내거야。イゴン、우리엄마が사준거야。
これはうちのママが買ってくれたのだよ。うちのママが買ってくれたのだよって言うんだったら、이건우리엄마가사준거야。이건、이것은ってわざわざこう文法的にきっちり言わないですからね。なので、이건、이것은、이건、이건、그건、それは、그건、저건、저것은、저건、저건、이건、그건、저건。자스스로또자고래오소래오아래오だったら이걸이것을じゃなく이걸그걸저걸になりますから縮略される。なんで会話の時はどうしてもこう縮略されることが多いので、その縮略されたバージョンをぜひ覚えてもらえればと思います。これがそれがあれがの場合もそうですね。이게이것이그것이저것이ってわざわざ会話で言わないので、이게그게저게이게그게저게っていう話しますよね。宿約ねえ、진짜어렵습니다。ねえ、맞습니다。ことことし、정말어렵습니다。ねえ、で、でも、あ、ナミさん、はい、消すぞってさっきの例文のよく出てます。自分の気持ちを、そうなんですよ。何々消すぞは自分のこう強い意志を表す、自分の気持ちや感情の強い意志が現れますので、ぜひ使ってみてください。ねえねえ、で、ことことしますみだ。ね、あの日本語も私最初勉強してた時に、今何していますかって普通にあの本には今何していますかって書いてありますね。それを覚えるんですけど、実際みんな使うの今何してんのって言いますよね。そういうのなんですよ。会話と本に書かれてる文章と実際会話をした時の文章って違ったりするので、その時にえ何してってんの、あ知ってんのって知っているのって縮略形ねみたいな、その時に会話を実際してみてその時分かるじゃないですかね。会えた方幸せだと韓国語でなんて言うんですか。あ、만나고싶어、보고싶어요、あ、보고싶었어요、행복해요、보고싶었어요、행복해、はい、中村さん、はい、会いたかった、幸せだわ、보고싶었어、행복해、보고싶었어、행복해、ね、誰かに会ったんでしょうか、好きな方に会ったんでしょうか、幸せなんですね、행복해、행복해と話します。それ書きましょうかね。まずは会いたかった、보고、会いたかった、보고싶었어ですね、보고싶었어ね、보고싶었어、ちょっと文字がちっちゃいのかな、もっと大きく書きますね、보고싶었어。じゃあ幸せ、행복해、행복해なりますね。さあ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 、ねえ、보고싶었어、행복해、ねえ、좋은フレーズね、ねえ、진짜좋은것같아요。そう、そう、話戻しますと、そういう意味で何してんの、何しているのっていうのが会話を実際してみて自分も気づいたっていう自分の実際の経験を皆さんに申し上げました。そう、そういうものみたいに。あ、정말요？고맙습니다、ことことし。お、귀여운가？그런가？あ、제가동그라미가、마루가、동그라미、마루동그라미。제가동그라미가좀크거든요。私が마루가ちょっと大きいんですよ。書くときに。동그라미가좀커요。그래서봐요。이이응보세요。이응。완전크잖아요、여기요。두개。이거、이것도크고。네。아、그래서、縮略系。会話を楽しむにやっぱ縮略形も理解しておいた方が絶対いいと思いますので、はい、そこはぜひぜひお願いします。알겠습니까여러분。ね、여러분。오늘생방송봐주셔서정말감사합니다。ね。消すぞ、消しだ。使い分けがよくあります。消すぞ、消しだ。消すぞと、あの、あー、そういうことか。ね。うん、消すぞ。うん、この消そと腰だってあの使い方なんですけれども、あの例えば普通に肌で作ってみましょうか。この肌ってどういう意味ですか、皆さん。肌、肌はするっていう意味ですよね、するっていう意味ですよね。じゃあそこに歯消そ、腰だにはただ ここに歯をつけられないので理由がないとダメですね。なんでここはまずは理由腰だ、またはうる腰だがまず基本形です。腰だだけだとちょっとあの、うまくいかないです。はい、なのでそうすると激しさ、
할 것이다. 네. この2つの文章が出来上がりました。ね。じゃあ、この激しさは自分の本当に強い意志になります。この決というもの自体がそういう意志を表すあの意味になりますので、絶対私がそこに行くからみたいな。私が絶対するから。激しさ。絶対するから。自分が絶対するっていうその意志がですね、あの今日は絶対宿題終えて寝ますみたいな、そういう時に使う原理になります。なので激しさはそういう意味として使います。ハルコシダは、意味としては何々するつもりだっていう意味が強くなりますので、絶対するかどうかはちょっと分かんないです。もちろん意思は入ってますよね、何々するつもりであるから。でも計画をただ言ってるだけなので、そういう意味 の、 あの代わりになります。例えば宿題は絶対するってこの2つで作るとしたら、숙제를꼭하겠어、오늘은숙제를꼭하겠어、で、오늘은숙제를꼭할것이다って言った時に、この할것이다よりも하겠어の方が強い意志があの感じられますので、あ、絶対宿題するんだなって、ね、今日も徹夜しても絶対するんだっていうことが分かりますね。でもこの할것이다はそこまで強い意志はなく、あのこれは何々する予定とか計画を表す意味になりますので、そういう意味でちょっと意味の差がニュアンスがちょっと変わってきますので、そこをちょっと覚えてください。 get はとにかくこの意思がちゃんと見えてますよね、うん、例えばあれは私が絶対食べるってするとするつもりぐらいの差なんですね。そうなんですよ、それほど大きさでもなかったですよね。そう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 、これ2つですね、ハゲスと廃校したになります、うんうんうん、素晴らしい質問。皆さん本当に一人一人素晴らしい質問ばっかりされるから、本当に私も勉強になりますし、もう本当に大好きです。皆さん大好きです、정말좋아해요여러분、여러분멋있어요。あの本当になんて言うんでしょうか、なんかあのなんか遊びに来たんじゃなくて、本当真剣に皆さん韓国語を真剣に勉強されてるっていうのがこっちも伝わりますので、もう自分も真剣にあの皆さんに伝えたいってい う、 こう意思がね、こう何倍も増しますのでね、はい、本当に皆さんに感謝してます。私も逆にすごく感謝してます。本当に皆さん素敵ですね、一人というかすごい素晴らしい質問パックルされてるからね、素敵素敵。じゃあこれ消します、自由系や消します、自由だ。할수있어のニュアンスとはどのぐらい違いますか。할수있어は何々がすることができるって意味ですよ。これはニュアンスとしては、じゃこれ消すと、これはしますですよね。これするつもりですね。ありがとうございます。とても助かりました。あ、ちょんまねよ。ピカリン、ピカリン講師、ピカリン講師。ね、ちょんまねよ。ね、제가감사하죠뭘。할수있다は全然意味がまた変わってきますよ。할수있다はすることができるとかできるって意味です。例えば私は料理ができます。その料理를할수있어요。そう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 、ことことし、まぜよまぜよ、することができるって意味ですよね。例えば料理ができます。運動ができます。運動할수있어요。あ、例えばなんかできるもの。何でもいいです。とにかくできるもの。はい、何かをすることでできるものであればいいので。それがあのできるという意味ですから、そういう使い方になる、全然意味が変わりますよね。なので、はい、この2つは、まあ、ちょっと似てるところがあるとは言っても、自分はやれるって時、まざよ、なの할수있어、あの I can do it ですね、なの할수있어、なの할수있어っていうことになります。はい、素晴らしい、여러분대단해요、ね、너무잘했어요、너무잘하고있습니다。너무질문이좋아요진짜제가아정말행복하다나는정말행복한사람이야아네아그래서자질문가나이도께서돈도있기마시아또자나나홍대오리になりますので돈도질문시대그다사캔ですね。그렇죠。네そういうことなんですよ。캔なんです。何々할수있다。なので할수있다。例えば食べれるの、食べれるのであれば、먹을수있다、먹을수있다、行けるのであれば、갈수있다、ね、話せるのであれば、말할수있다、ね、ここで差が分かりましたよね。パチムがない時はリールスイッターだけど、パチムがある時は
ルスイッターをつけますので、わかりますよね。もともと原型の話ですね。原型がまあこれは肌でしたし、これモッタですからね。そう、そうすると、ハチムがなければリールをつけてスイッター、あればウルスイッターをつければいいんです。会話ができるようになるコツは何ですか。素晴らしい質問ですね。はい、まずお家に、さっきも話したんですけれども、お家にペットがいればペットと韓国語で話してください。そしてとにかく皆さんの周りにあるものですね、周りの来てることを全部韓国語に置き換えて、韓国語に変えてみることもですね、パッと、朝起きた時にあー眠いって思うじゃないですか。それを韓国語で言ってみる。あー진짜졸려みたいな。で、あ、電車来た電車来た、わーみたいな、あ、ちょんちょろわっそちょんちょろわっそみたいな。そうやって一つ一つ自分に今起きてることとか、自分の身の回りに起きてることをどんどん韓国語にすることです。あともう一つ、あのじっくりあのできる机を向かってやってほしいことは、ドラマを見てください、はい、韓国語のドラ、韓国のドラマを見てもらって会話を聞くんですけど、さっき話したように字幕をまず最初はつけて意味を理解してから、次字幕を抜く、そしてその後もう一回字幕をつけてもう一回見るっていう、この3段階で必ずやるようにしてください。はい、それをあのドラマの見方の方が絶対いいと思います。意味が全然わからないままずっと見るだけでも何もあの調達しませんので、あの意味内で聞き流しができる、それで上達できる人というものはある程度は韓国語の素材が頭の中にかなり入ってる人たちなんですよ。もしあの今の方ですね、私は初級だと思う方ですね、私はまだあのレベルが初級ですよという方であれば、あの聞き流しは意味がないので、まず最初はちゃんと字幕をつけて意味を理解しましょう、内容を。そしてその後は字幕を抜いて見るっていうことをやってください、ね、そしてお家にペットがいればペットとあの韓国語で話す、はい、ぜひやってみてください。身の回りに起きてることを全部韓国語で変えてみるっていうことですね。あのそうしていくと、あの本当にもうとにかく韓国語を自分の身の回りから近いものにすることなんですね。あの必ず机に向かって勉強しないとできないものじゃなくて、いつでも韓国語が話せた、いつでも韓国語に触れられる状態にすることだと思います。そうです、独り言、素晴らしい、まさにそういうことなんです。ことことさん、独り言を頑張りましょう。独り言ね、はい、あ、例えば、今もそうなんですけど、あ、今日皆さんに会えてよかったって言うんだったら、あ、오늘여러분만나서너무행복해요みたいな。못할수없다、もったいそったっていう言い方はないですね。うん、それおかしいですね。あ、ちょっとこれ読めなかった。もう一回読みます。もう一つ。え、日本語を覚えた時に苦労はどんなことですか？あー、なるほど。すごくいい質問。日本語を学んだ時ですね。まず私、聞き取りがちょっと遅かったんですよ。なので、喋る方は自分が勉強をすごくしてたので、喋る方は喋れるんですけど、何言ってるのか、あの何言ってるかどうかっていうものは聞き取りが一番あの最後に来てたので、どうしてもあの日本に来て1年経ってもニュースは意味が分かんなかったですね、はい、ニュースは分かるところと分からない部分が結構あの差があったりしてたので、そうですね、聞き取りで結構苦労しました。でもやっぱりそれもあのずっと暮らしていくうちに、もう周りが全部日本語だからどんどん慣れてきますよね、はい、なので良くなっては来たんですけれども、もちろん今でもニュースで難しいことを話されると全然分かんない時ありますよ。なので周りの人に聞いたりとか、これでどういう意味だったんですかって自分で調べてみたりとかして、その場ですぐそれを調べてあの自分のものにする、分かんないところそのまま放っておかないで、そこですぐ探して自分のものにする、分かるものにするっていうことが一番いいと思います。後で探そう後でということよりもすぐそこでですね、あの自分が分かんないところは解決していくことが一番いいと思います。はい、あとに回すこと、見るだと話すんですけれども、やっぱり後回しは一番良くないなっていう、あのやっぱり言葉の勉強にもそうなんですけど思うんですけどね、見るのが좋지않은것같아요、ね、見るのが좋지않은것같아요、ね、と思います。ここは大丈夫かな、ご괜찮으세요、지울게요、あとは皆さんあの好きなあの歌手とかアイドルの方いらっしゃいますよね。そういう方 の, あの歌詞、
あ、波麗しい。私は55歳なので、年齢的に聞き入れるのが難しいので、やっぱり何回も何回も同じフレーズを。そうですね。韓国の様子も見るようにしています。難しいですが、先生のメール配信を毎日の。わー、ことことし、ちっちゃってたなった。そうですね。素晴らしい。さっきの否定形、もっと入りそうだです。そうなんですが、さっきの、一個ずつちょっと話していきますね。このも、ヘルスオプタっていう言葉はないということをまず覚えてくださいね。これは否定に否定だからおかしいんです。できない、できないってなっちゃうので、はい、もうこういう言葉自体がないので、ここはですね、はい、ここはないということを覚えていただければと思います。このもプラス後ろの動詞ができないになりますし、それかこの、何々できないの前に何か持ってくるかっていう形になりますよね。だからこの2つが一緒に組み合わされることは絶対ないですので、はい、ということになります。あと、そうですね、ちょっと今呼び替えます。チャットを見ます。皆さんの言葉もう一回見ます。ナミいるわし、55歳なので、何回も同じフレーズ聞くのがいいですか？そうですね、何回も同じフレーズを見ていいんですけれども、その見た時に、例えば私の有料メールマガも今そういうののために、ちょっと有料メールマガも最近作ったんですよ。一生懸命作ってるんですけど、何かというと7段階に分けて作っています。どういうことをするかというと、まずは最初は、ゆっくりバージョンで日本語と、ゆっくり韓国語で、日本語で聞かせて、そして普通の速さの韓国語で聞いてもらいます。その後は完全に、韓国語だけ聞いて、どれくらい理解してるか、そしてその後は日本語だけ聞かせて、その日本語に合わせてその韓国語で話してみるっていう、この4段階をまず最初やってもらったりするんですけれども、そうやってまず段階を踏んで、少しずつ少しずつやった方がいいと思います。あとは、とにかくめめあの皆さんの目の周りですね、目の周りにこう貼っておくとか、キッチンになんか貼っておくと、よく目に入るところにどんどん覚えたいものですね、覚えたいフレーズとかどんどん貼っておいたりとか、すぐパッと見て覚えられるような状態にすることが一番いいと思います。必ず机に向かってこう勉強する姿勢にならないと勉強はできないっていう状態が一番良くないと思うんで、いつでも韓国語に触れられる状態にすることです。いつでもドラマがつけられて、いつでも韓国語の本が見れて、いつでもこの、パッと目を開けた時に韓国語で何か書いてあるフレーズが、覚えたいフレーズが目の前にあるとか、そういう状態に、自分の身の回りのことをですね、韓国語がいつでも常にこう入ってくるような、吸収できる状態にするようにしてみてください。で、同じフレーズでもいいんですけど、毎日3つとか5つとか、そういう感じで単語の数を自分で決めて毎日覚えるようにすると一番いいと思います。自分の中で制限をかけるってことですね。今日は3つだっけとか、今日はじゃあ5個覚えようとか、そういう感じでフレーズなり単語なりに覚えるようにしてください。で、もう一つ、そうですね、そっか、皆さんのチャットでいただいた質問には全部答えられた感じなんでしょうかね。そうですね。はい、わかりました。はい、今日のライブ配信はいかがでしたか？じゃあこれでそろそろ終わりになるんですけれども、最後に何か質問ありましたら、それに答えてから終わりにしたいと思います。これからも私もまたレッスンが、まだ学生さんがこれから来るので、아직 일하고 있어요. まだ仕事してますよ。아직 일하고 있어요. って話しました。まだですね。あじぎらごいっそよ。なので、とにかく皆さんの身の回りに韓国語をの環境にするようにすることが今日のポイントですね。身の回り何か貼る、すぐ見れるようにする、すぐ読めるようにする、見れるようにするっていう状態をどんどん作っていくようにしてください。언제든지아침에일어났을때딱눈을떴을때내앞에는한국어가있어요。뭐그런환경있잖아요。그런환경을좀만들어보시면좋으실것같습니다。알겠습니까？알겠습니까여러분？이해하셨어요？괜찮아요？이해하셨어요？ 나름도네아네네나미씨감사합니다。中村씨감사합니다。コトコト씨네나미씨네감사합니다。
네, 今日来ていただいて本当にありがとうございました。여러분오늘와주셔서진짜감사합니다。네、これからもまたアイドルの皆さんのトークから学べる韓国語3分から5分の短い文章ですね、思って皆さんにトークをトークの中で韓国語を学んでもらうことを続けながらのまた生配信もですね。なあ、ピカリンコシ、감사합니다。저야말로감사합니다。와주셔서감사합니다。それプラス生配信の方を少し増やして月、週3週4はもうやろうとしばらくは思っていますので、タオンのツイッターをフォローしていただいて、タオン語学、タオン語学でお調べください。で、配信の時間、もしお時間できましたらぜひまた遊びに来てくださいね。ピカリンコシー、ね、감사합니다。で、그럼다음에또만나겠습니다。また次回にお会いしましょう。다음에또만나겠습니다。안녕。안녕히주무세요。벌써저녁이에요。もう夜です。저녁이에요。안녕히주무세요。안녕히주무세요。안녕히주무세요。안녕。네、안녕。あ、コタコタ씨、안녕。네。자、끕니다。안녕。